巨人、丸吉弘、34、が16日の中日戦から一軍に合流する。左膝の方かおり、放火式、炎で3日に登録を抹消されていた。巨人、エースカンノがズルズル、何等か、する悪循環、3回途中5失点で、直球、たったの15玉。今季は打率、240、11本塁い29打点。 7月18日に打撃不振により二軍落ちを経験した。サル巨人 OB は、丸は広島時代からほとんど故障で離脱したことのない頑強さが売りだったけど、最近は怪我をするようになってきた。昨年は272、27本塁打だったから、今年は成績も一気に落ちた印象。年齢的にも金属疲労、衰えでしょう、という。 この日先発予定だった菅野智之、34、はもっと崖っぷちだ。前回当番の阪神戦は3回途中5失点で KO。今季は右肘を痛めて開幕を2軍で迎えた。やっと復帰を果たしたものの、ここまで2勝5敗、防御率4.14とパッとしない。最近4試合は63、1、5失点で3連敗中。 撤退的エースとして君臨していたのも今は昔。今季は苦しい登板が続いている。次も炎上するようなら、二軍落ちの可能性が高い。それどころか、選手生命にも関わる重要な登板になるかもしれません。と前で OB は指摘する。昨季まで首相を務めた坂本隼人、34、も人事ではない。 6月に右太もも裏の肉離れで1ヶ月間も離脱。その間、チームも失速し、優勝争いから脱落した。打率は288でも規定打席には届いておらず、このまま V すぐるなら A 級先犯の一人に挙げられるだろう。不在時に遊撃を守った新人の門脇は、打撃はまだまだだけど、高い守備力を武器に、 坂本の後継者候補筆頭に躍り出た。今オフには、いよいよ坂本を一塁へ回す構想が進みそうです。どう前丸の今期年俸は4億5000万円。菅野は5億円。坂本は6億円。超、がつく高級取りだ。現在チームは4位。唯一濃厚となった今、球団内のキーワードは、育成、であり、若返り。 チームを支えてきた主力3人のうち、誰が一番先に戦力外になるか。通算17年目の原監督の鬼のタクト、にも。